方へのない声で身に覚えのない話をしている。空気を伝って電波を伝って、気がついたらそれから目が離せない。何度も何度も苦しくなって、あげた悲鳴は雫になって、誰にも気づかれないようにずっと歪んだ自分を潰して、憧れになって。